復縁の可能性がなぜあなたにあるのかと。復縁を諦めた人と同じなんですよ。復縁って何倍にもしやすくなるんですよっていうこと、真意をしっかり受け取っていただきたいわけです。その真意とは、本日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦です。では本日もですね、こちらの復縁成功チャンネルであなた自身が最速最短で復縁の成功できるノウハウ、テクニックについてお話をします。そして今日のお題は、あなた自身が復縁のできる可能性がある理由についてお話をしていきたいと思います。あなたがなぜ復縁ができるのか、そして二度と無理だ、絶対に無理だ、あなたと復縁する気がない、二度と連絡取る気がない、もう私は復縁する気は絶対一生起こることがないと言われたカップルでも復縁に成功したその裏の心理について今日はお話をしていきますので、ぜひですねこの今日の動画最後までね受け取っていただいて、あなた自身の復縁活動にぜひお役立ていただきたいと思います。では本題に入る前に、皆さんにいつもお渡ししているプレゼントがございます。まだお受け取りしていないという方、今すぐにですね、このプレゼントを受け取ってからこの動画をご視聴ください。プレゼントが3つございます。1つ目はですね、この概要欄をクリックしてください。概要欄クリックしていただきますと、弊社内 LINE アットからですね、 LINE アットにご登録していただいた方に50本の裏レシピ動画、裏レシピ音声動画というのが届けられます。こちらいわば一般公開を一切行っておりません、限定公開ですねのものになっておりますので、登録と同時にそのまま無料で皆さんにプレゼントいたします。50本ありますので、まずはね何から見ていいかわからないという方はまずそちらをお受け取りして復縁活動のお役立てをしていただければと思います。そして2つ目ですね、この登録していただいた LINE アットからそのまま講師に相談ができます。今の自分自身の状況であったり、その今の現状から復縁ができるのかどうか、ご自身の状況を書いてご質問を添えてこちらにメッセージをお送りください。そして最後にですね、私たちプロの復縁講師と完全無料で時間制限無制限で何でもご相談ご質問ができる無料ステップアップレッスンというのがございます。これはですね、日本全国たった唯一うちの企業のみが行っている無料で講師に相談ができるサービスとなっております。こちらもですね、詳しい内容情報などは下の概要欄をご覧になっていただいて皆さんでお受け取りください。では本題に入りたいと思います。今日の本題は復縁の可能性がなぜあなたにあるのかということについてです。先日私にねご相談をいただいた方、これ女性の方なんですが、こんなこと言われたんです。中川先生、彼はすごく頑固です。別れ際にもうお前絶対無理だから復縁しないから諦めてくれ、もう俺はより戻す気本気でないから二度と連絡もしないでくれ。別れ際にしつこくしてしまった、最終的には彼にそんなことを言われてしまってすごく心傷ついたんだろうなと思いますし、そのご本人もすごく傷ついていらっしゃいました。私って復縁の可能性ないんだろうな、もう彼って頑固だし二度と復縁する気なんてないんだろうな、でも諦められないしどうしていいか分からず、私はその方のご相談をお受け取りしていました。この時にね、絶対に無理だ、 100% あなたと復縁する気がないっていうふうに言われた方の復縁の成功率ってかと変わるのかということからお話をすると、実際に私がいろんな復縁のご相談を受けている中で 100% 無理だとか絶対に連絡をしないだとかよりを戻す気がない、別れ際にこのような言葉が出た内容っていうのはほとんどの場合、この別れ際に言われる二度と連絡をしない、もうお前とは復縁する気がない、よりを戻す気は絶対にないんだって言われるようなその言葉っていうのは 100% でない場合がほとんどです。このように二度と復縁する気がない、よりを戻す気がないし二度と連絡をする気がないとか、もう復縁するなんていうことは考えられない、いろんなことを言われますよね。お前なんか嫌いだ、もう絶対によりを戻さない、結構きつい言葉を浴びせられて確かにきついんですよ、めちゃめちゃきついです。私もそれを言われたら胸が張り裂けそうな思いになる、ここからガバガバガバって開かれてね、心臓が空気にさらされてすごく痛いようなそんな思いをする、確かに辛いんですが、彼が言ってる言葉の本意ですよね、本意本心っていうのは 100% 本気で言ってるわけではないっていうことなんです。多くのご相談を聞いていて、私はこの絶対に無理だ、絶対に復縁はしない、こんな風に言われたカップル、言われた方のご相談を聞いていて、別に復縁するんです。きっとこの動画ご卒業されてね、見られてないかもしれないですが、それでもうちにこうやって何千人っていう方が毎月にご相談に来られます。 LINE アットのね、登録者とか見ていただくと分かるんですが、何万人っていう方がですね、私たちをこう頼ってご相談に来ていただいて見ていただいていると思います。でその方たちでもう絶対に無理だ、もう俺はお前と復縁する気がない、こんな風に強い言葉を浴びせたにもかかわらず、1ヶ月後にケロッと復縁をして、なんなら結婚までされたっていう方だっています。結婚して仲良くね、子供を作ったりとかマイホームを買ったりとか、そういうカップルだっています。絶対に無理だって、当時その別れ際あの時に言っていた気持ちっていうのは 100% の本心ではない。だから復縁って成功しているわけですよね。その可能性が本当にゼロだったら、もうこうやって言った時点でもう無理ですよと、諦めてくださいと、絶対にダメですねっていう状態になるわけですけど、現にそこから復縁に成功しているカップルたちばかりなんです。ここで押さえていただきたいのが、お相手のその厳しい言葉の真意をしっかり受け取っていただきたいわけです。その真意とは、その強い言葉を言う彼の気持ち、その彼女の気持ちって、もう本当に絶対に 100% もう君と復縁すること本当にないよって、ブワーって計算して、自分の人生あと60年とかね、あと70年、自分の人生をバーってノートに書き出して計算をして、あなたと一緒にいる確率は 0% って、こんな風に叩き出したわけではなく、あなた自身にまず別れを受け止めてほしい。そして彼彼女の優しさであったりとか厳しさから出てくる言葉だったりするわけです。例えば別れってすごく尊いものだと私は思っています。別れを言う時ってすごく一生懸命考え、その苦渋の決断の末に出した答え、それが皆さんのお別れになっているはずです。その苦渋の決断をしていて、また戻ったらどうなのかなとか、よりを戻したらなって、こういうことは振った側も振られた側も必ず考えるわけです。一度付き合った関係である以上は必ずと言っていいほど考えるわけです。でも戻る可能性も確かにあるけどなって心にはあるんです。でもこの時に皆さんにどうでしょうか。戻る可能性もあるけど一旦別れようかって、こんな状態で1年も2年も放置されたら、皆さんだったらどんな気分ですか、どんな気持ちですか。戻る可能性あるんだったら私待ってたらいいのかなとかね、変に期待しちゃうじゃないですか。私待ってれば2年後ぐらいにまた連絡くれて復縁ってなるのかなとかね。でもこんな2年間期待して、もし形として彼が何の連絡もよこさずにそのまま音信不通で、向こうは向こうで勝手に新しい異性と付き合いだしてね、結婚に向かっていくお付き合いをされていたって知ったら、そっちの方がすごく心って傷つくわけですよ。その別れの時に、あの時にちゃんとはっきり言ってくれれば、こんな風にね2年越しで言っていらっしゃる方とかもいます。それぐらいゆくゆく今期待を含めた言葉を軽々しくあなたに向かって言ったとしたら、それは逆に今後あなた自身を苦しめてしまう言葉になるんじゃないかと思って、あえて厳しくあなたに対してその別れの言葉を辛辣ながらも、その彼彼女は伝えている場合というのがほとんどです。ですから絶対に復縁をしないとか、もう俺絶対より戻す気ないよとは言っているけれども、これが 100% 本心ではないというふうに言われてるわけです。また2つ目のパターンとして、あなたに対して別れ際の言葉が、もう俺では幸せにすることできないかもしれない、私ではこれ以上あなたと一緒に付き合うことが難しいかもしれない、なんか将来を考えたら不安に思っちゃったんだよね。このような別れの言葉を言われた方、この人たちっていうのは、彼彼女が思ったのは、あなた自身にたくさんの愛情を注ぎ込んだり、たくさんの愛をあなた自身にたくさん注いで、たくさん尽くして、わがままも聞いて、たくさんあなた自身に尽くした結果、ダメなんだ、変わらないんだ、何度言っても無理なんだって、その自分自身がたくさんあなたに愛情を注いだ結果、心が折れて諦めてしまったというケースがあります。このケースの場合、非常に復縁の成功率っていうのは高いです。なぜなら本当にあなた自身がその相手の気持ちを分かり汲み取り、そこから行動が改善するだけで、復縁の成功って何倍にも膨らむし、そのスピードっていうのは短期間で終わることができるケースだからです。現にあなたのことを幸せにできなかったと言われたご相談者さん、先月でも何十人といらっしゃいましたけれども、1ヶ月以内です。1ヶ月以内でそういう言われた方のカップルで復縁に成功したっていうケースは先月ね、うちが報告受けてるのは48人、別れの言葉でこうやってくくりにしていると48人ね、ご依頼があって、その中から1ヶ月以内の復縁っていうのは39人復縁が終わりました。なので非常にね、高確率、短期間で復縁しやすいっていうのはこういったケースなんですよ。それ以外の残りのね、約10名ですかっていうのは、それでもまだ普通にデートをしていたりとか、どっかご飯食べに行ったりとか、スムーズに関係が動いているケースだというふうに報告を受けています。このように、その別れ際の言葉、あなたのことを幸せにできないとか、二度とよりを戻すことはないだろうなっていうふうに言われた言葉だけを取ると、あ、私ってもうダメなのかなって、言葉だけ取って可能性が潰れてしまうような気持ちになるんですが、実はその背景にある彼の気持ちだったり、そこの背景にある彼女の気持ちをしっかりと汲み取るだけで、復縁って何倍にもしやすくなるんですよっていうことなので、別れの原因として自分が本当は満足してたりね、本当は幸せだったのに、振り返って失ってから気づくことたくさんあると思います。振り返ってからやっぱり私幸せだったのになとかって思うのに、なんかわがままに接してしまったなとか、構って欲しさに相手に無理な要求をたびたび仕掛けてしまっていたなとか、困らせていたなっていう方は特にこういうケースが多い。その彼彼女も、あなたのことが本当に大好きだからたくさん尽くしていたり、あなたのことが本当に大切だと心から思うから、こんなに尽くしたのに、こんなに頑張ったのにって別れ際の時に心から絞り出てくるような声になってしまうんです。それは愛情の裏返しなんですよと。あなた自身がすごく愛されていたケースなので、ちょっと視点を変えてね、復縁をトライしてみてはいかがですか。それだけで復縁の成功率って変わるんですよ。このようにね、別れて辛辣な言葉を聞いて苦しい思いになったりすると、どうしても人って後ろ向きなことばかり考えてしまう。なんか彼ってあんな言葉言ってたな、あんな言葉を口にしていたな、あんな言動をしていたな、あんな行動をしていたなって、なんだか自分が復縁できる可能性がないことをたくさん探して、言葉尻を取ったり、いわゆるこれって普通の人間関係だったら上げ足を取るって言いますよね。上げ足を取るような言葉尻ばかりこうやって取って、彼彼女が本当に悩んでいた心の悩みであったりとか、苦しみであったりとか、その彼女の気持ちに寄り添わずに言葉に寄り添いすぎてしまうと、自分の可能性を自ら潰してしまうことにもなるんです。もちろん気が落ち込んでいる時って何事も悪く考えてしまう。気が落ち込んでしまうことで何事も苦しく思ってしまう。何もかもうまくいかないんじゃないかと自分を責めてしまうことがあるのは、私も同じ人間ですからね。そういう時間がある、そういうタイミングがある、そういう時間を過ごしたことが同じようにあるんです。ですが皆さんがね、ああダメだなーって考えてうじうじしながら何も行動しないっていうことは、復縁を諦めた人と同じなんですよ。復縁を諦めて、復縁もいいや、しなくていいやって言うなら、次にちゃんと進んでいかないと、あなた自身がまた明日も苦しい思いをするわけですよ。次行こうって、新しい何か出会いでもね、今サイトで出会ったりとか、ゲームで出会ったりとか、いろいろあるじゃないですか。友達に紹介していただいたりとかってして、次に進めばいいやってパンって諦めて次に行ってるんだったら、あなたはもうこの動画を閉じて、別に無理には勉強ってする必要はない。でもこの動画をこの時間まで最後まで見ているあなた自身って、復縁がしたいし、復縁をなんとか叶えたいと思っているのに、その成功になかなか近づけなくて二の足を踏んでしまっているわけですよね。であるならば、本当に大事なことにちゃんと目を向けなければいけない。あなた自身が目をつむって心に手を当てた時に、お相手との関係を終わらせて後悔がないだろうかとしっかりと考え、今このままではいけないと思うんであれば、必ず行動を起こさなければいけない。その行動を起こしたことで、ちゃんと復縁の成果、何かしらの形で反応が返ってくるわけです。この反応の連続が復縁の成功に行くための近道になるわけです。もちろんいい反応と悪い反応があります。この悪い反応の連続というのは復縁を遠ざけていきます。いい反応の連続を繰り返していく人だけが復縁の成功を短期間で、そしてより確実に掴んでいくわけです。皆さんにはこの動画を見ていただき、そして私たち橘事務局のさまざまなプレゼントを受け取っていただき、そして何より私たちのこの動画で配信しているこの情報を受け取っていただき、あなたが復縁を行っていく上でいい反応を勝ち取っていくための行動をしっかり身につけていただきたいんです。あなた自身がああダメかなって落ち込んでいたあの時の気持ち、あの時の考えとは180度バンと切り替えてください。復縁しているわけです。だってあなたと同じ状態で、あなたと同じ状況から隣では復縁に成功している人たちがいるんです。であるならば、あなたも同じように復縁の成功に向かっていこうじゃないかと、そう思うわけです。この動画を見ていただいて、少しでもよし頑張ろうと、次の動画にね行く人もいいし、友達に相談するでもいいんです。こいつこんなこと言ってるぞとね、動画見して私頑張る必要あんのかなとかって相談しても何だっていいんです。何か行動しましょうよと、何か動き出しましょうよと。あなたのその重たいそのお尻、重たい腰をですね、地面にペタンってくっつけてたら一歩も踏み出せません。まず腰を浮かして前に踏み出せるようにね、前のめりに自分の体を持っていきましょうよ。そしたらあなた自身前に進み出して、必ずその何かの反応が来ます。このいい反応を必ず勝ち取って、復縁の成功というのを必ず掴んでいただきたいものです。今日のねこの動画が皆さんの糧になったと思うんであれば、是非ですねいいねボタンを送っていただければと思います。またね、何かご質問とかあれば LINE アットを通じてメッセージなどお送りください。私中川がですねお返ししておりますんで、是非気軽にメッセージはお送りください。ではでは、最後までご視聴ありがとうございます。こんなね長い動画でいつもご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。